第65回関東大学女子バスケットボールリーグ戦、代々木競技場第2体育館より行われています。これより行われます試合は第2試合です。東京医療保険大学対拓殖大学の一戦です。今両チームのチームスタッフの紹介が会場で行われております。まもなくスターティングメンバーの紹介が行われます。東京医療保険大学スターティングメンバー4番円ルー、3番平松飛鳥、49番荒吉博、74番水野奈穂、83番宮坂桃奈、対するオレンジ色のユニフォームスターティングメンバー5番安間しおり、7番橋本美香、8番奥田花、14番水野ひなの、18番ローヤシン、ご覧の各チーム5人がスターティングメンバーとしてこのオープニングマッチ開幕戦に起用されています。さあ始まります。ジャンプボール、どちらがボールを取るのか。第2ゲーム、東京医療保険大学対拓殖大学の一戦が始まりました。まず展開していくのは白いユニフォーム医療保険です。さあパスを回していく、シュートを放っていった、オープニングシュート、ここは決まらない。しかしまだこぼれ球を拾っている。まだボールは医療保険の選手が回している。シュートを放つが、これは決まらない。ここは反転していって、速い速攻を見せていくのはオレンジ色のユニフォーム拓殖です。シュートを放つ、ここ決めていきました。安間のシュートか、決めていきました。さあ今度は2人2人というコーチングも飛んでいますが、医療保険速攻です。さあ長身を生かして相手を選手シュートを放つ、ここを決めていきました。円のシュートです。チームキャプテンでもあります。さあ今度はどうするか、拓殖スリーポイント狙っていった、これを決めていった。ベンチは総立ち大喜び、決めていきました。島のシュート、スリーポイント決めていきました。14番水野のシュート。さあ両チームよくシュートが入ります。この試合ゲーム序盤です。今度は拓殖、ここは決まらない。さあボールを拾っていった医療保険、さて繋いでいく、右からドリブルでかわしていく、そしてパスを回す、まだ医療保険です。さあどうするか、宮坂まだ自らがボールをキープする、時間が迫っています。シュートを放っていったスリーポイント、これは決まらなかった。大歓声です。さあここで拓殖ボールです。ここまで1点のリード、スリーポイントも決まっている拓殖のここまでのシュートのシーン、そしてその拓殖シュートを放っていきましたが、ホイッスルが鳴ります。ここで拓殖大学のチャンス、フリースローです。1投目しっかり決めていきました。2投目は外してしまった、1番の奥田でした。奥田のシュートでした。さあ今度は医療保険が攻めていく、右サイドから展開する、円は長身ですね。そして左からシュートを放っていきましたが決まらない、水野のシュートでした。おっとボールがこぼれている、このこぼれ球を拾っていったのは医療保険、そこですかさずシュートを放っていったが、これは決まらない。まだボールを拾っている医療保険です。
さあ左から真ん中へ自ら突進していく宮坂、ここはボールが出ました。拓殖ボールです。選手が変わります。医療保険、この試合最初の選手交代を行っています。その森田、変わった選手ですが相手にプレッシャーをかけていきました。今度は拓殖ボール、奥田からです。奥田から ボールをつないでいく安間、この位置からシュートを放っていった、決まらなかったが橋本のスリーポイント狙ったシュート。今度は医療保険、縦への速攻、相手ブロック、こぼれ球拾っていく、相手をかわしていって振り向いて味方にパスを出す、そして右から相手ディフェンスをドリブルでかわしてシュート、これは決まらなかった。今度は拓殖ボールになります。拓殖速い速攻、ここフリーでシュートを放った、これは決まらない、ボールが出ました。アウトバウンズです。さあここで少しテンポを緩めます。緩急をつけた攻撃です。医療保険、左へ展開する、かわしていって中へ、そして振り向き球、これはブロックしていく、長身の円とローの両チームのマッチアップでした。ここは笛が吹かれています。ボールは出ました。そして選手が変わっています。両保険、津村の投入、ここはボールをおーっと激しく抱え込んでしまった、ボールを離しませんでした水野です。今日得点も決めています。拓殖の監督、佐藤監督、立ちながら非常に会場に響き当たるようなコーチングを送っています。そして医療保険はここで選手が変わっています。さあ今度はその医療保険が縦へ攻め込んでいくぞ。25番の津村、縦へボールをつないでいってシュートを放つが、これは跳ね返しにあった。今度は拓殖スリーポイント狙っていった、これを決めた、決まった決まった、拓殖のゴール決まりました。スリーポイントです。拓殖リードを広げた、先ほどは水野のスリーポイントでした。さあ今度は医療保険どうするか、右へドリブルを挟んでいって持ち替えて自ら行った、パスを送るが、これは相手にミスパス、プレゼントボールとなってしまった。そのボールを大切につなぐのはオレンジの拓殖です。ここでホイッスルが吹かれています。その間に選手が大きく変わっています。医療保険隊です。東京医療保険大学、さあ医療保険、その選手交代の活性化を含めて相手ゴールに迫っていきます。ファウルがありました。さあ厳しいチェイシング、どこにパスを出す、フリーの選手へうまくボールがつながった。若原シュートを放つ、これは弾かれた。さあ拓殖です。縦への推進力速い、左からスリーポイント、また狙っていったのは水野、いや奥田でした。今度のシュートは奥田でした。さあ左から相手と間合いを図ってわずかの隙を突いてドリブル仕掛けていったが、ここは
ファウルがありました。拓殖ボールです。拓殖のベンチは元気です。一挙手一投足のプレーに歓声を上げます。さあ拓殖ボールとして試合は再開されます。前半は残すところ4分30秒切っています。シュートを放つ、久々のスコアです。拓殖がゴールを決めていきました。11対4です。ここまで大きくリードを広げているのは拓殖大学です。オレンジのユニフォーム、一方のここのシュートを打っていった外領保健、最後のところでブロックに合う。さあ拓殖、あーっとこれも鋭いチャージング、私といった感じですが森田ファールを取られます。ここでその森田が選手、森田が変わります。拓殖も選手が変わります。頻繁に選手交代が第1クォーターから行われています。宮坂再投入です。さあ拓殖どうする、スリーポイントを積極的に狙ってきた。ここはリングにわずかながらに嫌われてしまった。さあ今度は医療保険のボールです。医療保険が右からドリブルで攻めていく、そして外に回り込んでいった味方がスリーポイント狙っていった、これが決まった。スリーポイント、さあ久々の得点が医療保険にも生まれました。やはり点を取り合うとゲームとしても面白くなってきます。残り3分30秒第1クォーター。さあ今度は拓殖、フェイントを交えてシュートを放つ、これを決めていった安間、注目の選手に挙げられる安間です。決めていきました。さあ今度は医療保険、離されたくないのでここでシュートをしっかり放つ、しかし決まらない。しっかりリバウンドのボールを振るっていった拓殖です。さあ3分を残り切りました。第1クォーター、うまく回していってここからシュート、わずかな隙をあらばという感じ。ここは余裕を持ってシュート、しかしこの2本は決まらない。今度は医療保険としては助かった。縦にボールをつないでいく、さあドリブル挟んで中へ切り込んでいく、そしてふわりと浮かしたシュート、これは決まりませんでした。そしてホイッスルが吹かれています。ここで再び選手が変わります。水野が再投入です。リスのチャンスは東京医療保険大学、おっとこれは外れてしまった。ドンマイとワンは励まします。2投目、2投目も外してしまった。ここはプレッシャーがかかる場面でした。さあこぼれ球を拾っていったのは拓殖です。さあうまくパスをつないでいく安間、今日は手元の計算でチーム最多得点を挙げていますが、ここは決めていきました。スリーポイント8番の奥田。さあ得点が大きく開いています。9点差になりました。拓殖第1クォーターからフルスロットルです。さあここは右からの展開から中央を切り込んでいってシュートフェイントですが、ホイッスル吹かれました。拓殖ボールになります。そして拓殖もこの間に大きく選手が入れ替わっています。そして長いブザーはここでタイムアウトを取ります。時計は2分10秒。前半1度目のタイムアウトを取ります。ビハインドの東京医療保険大学です。スリーポイント率も高ければシュートの決定率も高いのは拓殖大学、ここまで16点を決めています。一方の白いユニフォーム東京医療保険大学はここまで7点、点数はまだ1桁ですが、流れを持っていかれないためにもここでタイムアウトを取りました東京医療保険大学です。このタイムアウトの間に少し両チームのことを紹介しましょう。まずは東京医療保険大学ですが、チームの抱負は優勝、そして感動を与えるプレーをするという東京医療保険大学です。一方の拓殖大学はチーム全員で戦います。まさにチームプレー、一人一人がチームのために戦う、そんな抱負を掲げています。さあ間もなくタイムアウトも明けます。残り第1クォーター2分10秒。
長いブザーの果てに再開が待っています。両チーム再びコート内の5人が気合を入れまして試合は再開です。さあ試合を再開しました。ドリブルでボールを運んでいく安間、ちょっと味方と重なった。今度はどうするか、少しパスの出しどころに迷ったイビ。さあ今度はどうする、中へ自ら行く、そしてシュートを放っていった。ここはリングの手前です。すかさず戻ります。今度は医療保険、の攻撃、左からドリブルをかけてサイドを変える、そしてかわしていってシュートを放てればチャンスが放せない。ここで放っていった、決まらない。まだボールは医療保険ですが、ホイッスルです。さあ行こう行こうという監督の指示の劇が後方から飛んでいますが、拓殖大学また得点を重ねることができるのか。左からマスをつないでいくか、安間から中村に対してのパスはつながりませんでした。安間からイビでしたね、イビに対してのパスでした。さあ今度は医療保険、左から1対1ディフェンスをかわしながらシュートを放っていく。ここを決めていった、久々の得点が医療保険です。東京医療保険大学に久々の得点が生まれました。9点目です。さあ今度はパスを奪っていった、右からです。さあうまくここは中央につなげていく、ボールを持った水野、左へここからシュートを狙っていく、入ればチャンス、しかしこのスリーポイントは決まりませんでした。若原のシュートでした。ここで選手が変わります。両チームが選手が入れ替えです。さあ残すところ第1クォーターも43秒、得点差としては16対9で拓殖が大きくリードは広げていますが、東京医療保険大学も決して防戦一方というわけではありません。さあ拓殖パスを回していく、流動性のある速いパス回し、そしてシュートを放つ、これを決めていった、スリーポイント、奥田のシュートが決まりました。さあどうするか、おっとホイッスルが吹かれたぞ。残すところ18秒です。さあ医療保険のボールになりました。残された時間あとわずかです。さあ右からスリーポイントを積極的に狙っていった、これはリングに弾かれた、こぼれ球を拾いたい、しかし縦につなげている、縦につないでいる、そして突破で見事にランニングシュート決めていった拓殖です。9番山崎か、そして今度は医療保険のシュート最後打ちましたが決まらずに第1クォーターが終わりました。